はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。ポークです。今回は TNT の置き方、使い方について喋っていこうかなっていうふうに思います。はい、それではやっていきましょう。はい、皆さん、別途大勢こんな感じの棒を作るかなって思うんですけど、内部構造はこんな感じですね。はい、紹介していきましょう。まずベッド。はい、ベッドがあって、こんな感じですね。断面図はこんな感じですね。はい、断面図はこんな感じとなっております。はい、羊毛と、違う、木材羊毛、はい、砂岩って感じですね。はい。僕はこんな感じの棒やつも作るんですけど、今回は、より少ない量の TNT でね、ベッドを破壊する方法を喋っていこうかなっていうふうに、はい、やっていきましょう。皆さん TNT 置くときってどうしてますかね。下から、大抵、自分らの時は上からが多いんですけど、こう、下からだと敵にやられちゃうので、仮にこう上からね、こういきますね。はい。で、ベッドオーザーあまりやり込んでない人とかだったらわかんないと思うんだけど、普通の初心者とかの方とかだったら、こういって、点々がここに落ちるわけですよね。はい。これがね、みんなが放送の時によくやってるやり方なんだけど、これよりいい方法があるのがありまして、こっちがね、皆さんがやってる方で、こっちがね、自分がやってる方ですね。上からこういくわけですね。これ作る意味あるのかよくわかんないんだけど、話すると失敗すんなっつね。うん。よし、ここでね、一番ここで落としますね。ここで。ここで、こんな感じで。はい。ここですね。ちゅうことは、ここかここに落ちるってわけですね。はい。じゃあ、実際、着火してみましょう。どうなるかね。どっちがよりブロック多く破壊できる、することができるか。まずこっちですね。はい、こんな感じとなっております。ベッドがね、見えた部分は1ブロックだけですね。で、壊されたブロックの数は、1、2、3、あ、ちょっと待ってよ。24、24、4ブロック。24ブロックですね、こちら。24ブロック、こう破壊することができました。次、こちらですね。はい、行きましょう。さあ、何ブロック破壊することができるのか。はい、防衛も壊滅状態ですね。ベッドすら壊れていくっていうスタイルなんですけど、さあ、果たして何個壊れたかやっていきましょう。ちょっと26、27、28、28個かな。こちらが28ですね。はい、比較してもらったらわかる通り、置くとこによって、その破壊できる量も変わってくるし、ね、はい、そういうことですよ。僕が要は言いたいことは、置くことを工夫することによって、少ない量の TNT で相手のね、防衛を破壊することができるっていうことですね。それでは今回終わりたいと思います。今回のご視聴ありがとうございました。よし、じゃあこれ使ってみようって思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、 PC のみんなはこちらからチャンネル登録おねさーす。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前んち行くからな。